苦手だし、まさか私の姿まで見えるとは。マ
ヤ様を恐るべし。ストップストップ。何？どういうこと？さっぱり話についていけないわ。砲台に天使様がついてるって？冗談じゃない。見習いの天使みたいだけど。そんなところまでお見通しとは。信じられないわね。でもマヤ、分かったわ。確認のためになるべく高い場所、屋上に行きましょう。ちょっと考えがあるの。私とマヤは準備をしていくから、砲台は先に向かってちょうだい。まさか忍ちゃん。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。
私にもさっぱり。待たせたわね。しのぶちゃん、本当にあれやるの？これから天使様と交信を行うための儀式。屋上を選んだのはこの場所が学校の中で最も天界に近い場所だから。高いところの方が携帯電話の電波が届きやすいとか、そのくらいの違い。うーん、やりたくない、恥ずかしい。始めるわよ。もう破れかぶれ。それじゃあ放題、私たちが今から天使のポーズを取るわ。あなたは私たちの体に流れる気を読み取って。もちろんよ、ついてきてね。死なばもろとも。気の流れを見極めて力を送るのよ。もうやけくそです。天使のポーズ、手を舞う。天使様バカにする気なの？ダンス、ここは違う。ダンス、じっとやれ。せめて真面目に。あや、漏れてるわよ。もうに、真面目なさい。ふざけちゃめ。完璧よ。真面目にやって、お願い。天使様をバカにする気なの？じっとやれ、アホ放題。天使様は、どこに気を送ってるのよ、バカ。天使様をバカにする気なの？完璧よ。どこに気を送ってるのよ、バカ。全然違うよ。じっとやれ、ふざけちゃめ。この流れに乗るわよ。え、どの流れ？全身の気を一点に集めるわ。鬼、中心に力を注いで。天使の輪。ああ、体が熱い。鬼の力だ。感じる、感じるわ。ポカポカ、いい感じよ。きっと伝わったから。すごくいい感じ。天使のポーズ、舞い降りる。真面目にやってお願い。さあ、こうなって飛んで気を送るのよ。全然違うよ。せめて真面目に。天使様来ちゃう。天使様をバカにする気なの？もう真面目に見なさい。そこは違うわ。うー、違うよ。アホ放題。天使様をバカにする気なの？やって、お願い。鬼、ふざけちゃめ。さあ、放題もどんどん気を送るのよ。うー、違うよ。お、全然違うよ。違うわ。真面目にやって、お願い。うー、違うよ。移動してる。さあ、どんどん行くわよ。どんどん行く。一度集めた気を分散させるわ。もう一度だよ。天使の輪。もう少しの辛抱。天使様の優しさに包まれていく。このポーズが意外に見える。天使様の優しさに包まれていく。辛抱。このポーズが意外に疲れる。その調子よ。もう少しだから頑張って。お兄、頑張れ。天使のポーズ、翼を休める。きちんとやれ。アホ放題。しのぶちゃん、天使様バカにする気なの？全然違う
じゃねえよ。あれアホホだ、どこに気を送ってるのよ。バカ、全然違うよ。東の方に大きな気を感じるわね。うう、違うよ。ちゃんとやりなさいよ。あ、全然違うよ。みなげにやって、お願い、最近から気を集めるのよ。天使様を感じるわ。お兄、これが最後だよ。これが最後よ。今まで集めた気を一点に集めて。お兄、全部集めて。天使のわマヤ、もう少し奇跡が起こるかもしれないが、天使様、全身を天使様にかけてくるのよ。まだもういいかもしれ。天使様のお声が。さあ、いよいよ天使様との交信よ。努力は報われる。よかったわ。きっと天使様にも通じたはずよ。なぜか充実感。バッチリよ。天からエンジェリックなパワーをピンピン感じるわ。おそらく気のせいかと。そう、感じるでしょ。今なら私飛べる気がする。いっけー。わー、仕方ありません。エコロマジック、見て、飛べる。これ結構慣れるんですよ。限界っしょ。放題、すごい。本当だった、天使様はここにいたのね。それで納得した？ええ、本当に天使様がいるのね。天使様、私を助けていただいて。いけないわ、天使様の御前なら身を清めなくっちゃ。ちょっとシャワーに行ってくるから、放題、その後で話を聞かせてもらえる？シャワーだって言ってるでしょ、バカ。ハレンチ背徳者。私たちは悪魔ハンターの仕事中、開かずの教室を拠点として使わせてもらってるの。そう。ええ、またね、お題。はい、無意味です、まるっきり。ところで気になっていたんですけど、開かずの教室なんてあるんですか、この学校は。怪物？学校に怪物が出たんですか？恋のおまじないでどうして怪物が召喚されるんですか？
最後のは階段ではなく事件です。